中浜さんお願いはい、します。今回チームラボさんとのコラボによるすごく幻想的な場所で不協和音を踊らせていただいたり、紙吹雪とかを使った演出があってすごく楽しくて、でも不思議な経験になりました。す何？ごく幻想的で綺麗な空間で撮影ができてすごく楽しかったです。ライトとかすごい多くの数を使用していてすごかったです。最近小豆を自分で あんこを作るのにハマっていて、無糖のあんこを作って食べると健康にいいって聞いたので、ハマってて毎日牛乳と一緒に食べてます。おすすめです。マッサージボールを購入して、時間があるときにお家で、レッスンとかが終わった後とかにお家で体をほぐしたりしてます。長浜さん、お願いします。はい、今回の CM は欅坂の中でも初めての試みで、たくさんの照明の中でいろんな不思議な演出の中で踊ったり、こうポージングをしていったりして、すごく今までとは新しい欅坂が見れるのではないかなと思います。不協和音の振り付けとかもダンスの中に入っているので、そこが見どころです。